おはようございます。あのお前わざわざこんなとこまで。それ毎回言うことにしたんですよね。いや、つうかな、つい口をついちゃうんだな、お前のファーケル。今日、どうしたんですか。中国のいろいろ現場で食うんだけど、水餃子ってもう主食だからさ。だから、なんかちょっと食べたくなって、高島正信君にちょっと話してて、だからそういえば、おじとがあって行きましたかって言うから、いや、知らないって。ちょっと食べたいなってずっと思った。天気もこんなんで、多分空いてるだろうから、人とか、はい。と思って来た。あ、来たみたいな。今日はじゃあ、せっかくなんで、なんか、中国にまつわる話をちょっとお聞きしたいな。あ、そうだな。久しぶりだな、でもな。この前はよく通るんだけど、さ、バイクで。あ、そうですよね。結局、もう食べるとビール飲みたくなっちゃうね。はいはい、はい。バイクだ、車だじゃんさ。飲めないじゃん。はい。だから、やっぱり、そこは我慢して、素通りしちゃう。そのなんか、まあ、雨やんじゃったんですけど、まあ、まだパラパラしてるけど、はい、雨にまつわるお話をください。去年中国で公開されて大ヒットして、まあ、100億ぐらい報酬で言ってるんだけどさ、はい、去年 の, あのアカデミー賞、アメリカのね、はい、アカデミー賞の外国語映画部門の中国の代表作だな、まあ、ちょっと選ばれなかったけどさ、はいはい、英語タイトルはヒドンマンっていう映画、はい、それの監督ジャンウェンで、ジャオウェンといえば鬼が来た。2000年のカンヌグランプリ、まあ、今中国でチェン・カイコ、チャン・イーモン、ジャオウェンで、この三大監督、その一番若くて一番やんちゃな監督、もうみんな俳優もビビってるっていう。だから鬼が来たに続いて2作目だよね。多分2本きっちりかっちり共演する俳優って中国でも珍しいんじゃないかな。まあいるか、まあ、とにかく外国人じゃなくて、日本人は俺だけだよ。まあ、すごい仲良くて、まあ、兄弟分だよね。だ中国で言うと、ジャッキーが兄貴。まあ、ジャーメンも俺年上だから、まあ、でも本当になんか肉親みたいな感じで。はい。こちらはで、なんか、中国。で、そのジャーメンの撮った2作目のヒドンマンで、はい、はい。まあ、とにかくすごいんだけどさ、その日ね、俺は休みだった。で雨だと、もう今日雨だからみんな撮れないなと思ってたんだよ。そしたらジャオウェンからしばらくして、あの WeChat で動画が送られてきたんだよ。いや最初何の映像か分かんなかったんだよ。なその映像何かって言うと、ロケット撃ってる。ロケット、こいつもしかして晴れのシーン撮りたくて雨止めてんのか。それですぐにジャオウェンにメールして、まさか雨止めてんのか。イエス。いや、それで、そのロケットっていうのはさ、はい、中国政府がオリンピックとか開会式とかそういう時の雨をやませるために打ち上げるロケットだよ。これお前自分がさ、晴れの日撮りたいからさ、打っちゃうんだよ。そういう世界観。その後、撮れたって言ったら、ちゃんと晴れで、あの主演の一人のリャオマンっていうのがこうやって演説してるシーンを送ってきた。映画の中じゃ使ってないよ。それなんかしょ、ないんですか、その、今もあります、多分、送ってあるわ。半端ないんだよ、それぐらいのスケール感。しかもその映像を使わないという映画の中で。贅沢ですね。贅沢にも程があるだろう。だからその中国ではまあジャッキーとあのジャオウェンっていうのはもう本当に俺の中で、まあ、それは鬼垣さんの時にも感じてたけど、それと年そんな変わんないのに、すごいな、この人間だよ、すごいってこと言いましたよ。誰ももう文句言えない、まあすごい尊敬するよ。でせっかくなんか、なんかお寺に着いたので、中国式のお参りわかる？あ、いや、わからないです。線香。あ、それ知りたいです。これね、映画撮影入るときに、必ず、特にアクションシーンとかあるときは、これを必ずやる。ちょっとやり方が違うな。あら？要は、本当は、四方に本当はじゃないです。ここは知らねえけど、はい、待ってやって、
ってやるんだけど、四方に四方にやって、それでその日のアクションシーンとか怪我人とか出ないように、意外にやらないと本当に怪我したり。いやでも結構憧れますね、ジャッキー・チェンさんとかも。なんかそういう映像を見たことがあって、みんなやる、はい、あの澤さん入り口こっちですあ、数字が書いてあります。いやこれはここは1,2,3,4,5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 ,
これやっぱり同じようにあれさ、いろんな方向にやることになるんでしょうね。どこでもそうだけど、こういう時はお願いじゃなくて感謝ね、その感謝とお詫び、なんとかしてくださいじゃん、ありがとうございます。でこういう違う土地だから、本当は自分の自己紹介とかが心の中にある。そういうものですね。ちなみに何をお祈りされたんですか。いや来年もね、今年も、まあ、ちょっと今年はこんなんでさ、ちょっと映画飛んじゃったけど、まあ来年も頑張ります。でも映画飛んじゃったけど無事に過ごせました、ありがとうございました。一応もちろんあれですよね、この YouTube のヒット祈願もあしてねえの。祈願じゃないんだよ。あ、なるほど。お願いされる筋合いないって。確かに。お参りも終わったということで。そうね。やっぱ大事なことだよ。あ、そうですね。この場所に来た。ここに来たうちの神様とね。はい。ご挨拶する。はい。お願いじゃないんですよ。あ、そうです。失礼しました。失礼しました。一応、市長さんの皆さんに、雨の話と、神様への話と、神様というか、これは神様ですから、まあね、はい。踏まえて一言いただければ。人間謙虚じゃなきゃいけないってことだよ。ありがとうございました。はい、じゃあ。